のままだぞ。ヨークタン姉さんのことも忘れたし、別にあんたに何か言われなくても大丈夫。本当にハムマンのためにしたいことでもあったら、なんでもないわよ。寂しがっているのを心配したから海辺に行く約束をしたのだぞ。別に深い意味を。待って、何するの、やめるのだ。ハムマンにお出かけしようと言ってきたのは指揮官なのに、どうしてハムマンより遅いのよ。いつまで見ている気なのだ。ハムマンの水着姿がそんなにいいの。どうして変態って言わないのかって。何よ、ハムマンのことをからかっているの。ビーチバレー、ハムマンはパス。何よ、そんなにやりたいなら行けばいいでしょ。ハムマンは気にしないぞ。ドリンクの差し入れ、ハムマンをおだてても何も。ありがとう。
免じてハムマンがありがたーく褒めてやるぞ。だからってハムマンが完全にあんたを認めたとは思わないことなのだ。ふん、指揮官のバカはハムマンが見張っていなければすぐよその子に目移りして。急にどうしたの？いきなり近いし踏み詰めすぎよ。言いたいことをもう吐かれたから。もう全然そういう雰囲気じゃなかったじゃない。委託から戻ってきた仲間たちを出迎えてきて。早く戻ってくるのだぞ。ダメって言うわけないよ。ふう、新しい力を手にしたハムマンを見るのだ。勝った。何よ、別にあんたが褒めても浮かれないぞ。胸の中で素直になってやろうと思ったから。